甲子大橋は、福島県西白川郡西郷村の阿武熊川に、かかる国道289号甲子道路の逆老勢橋である。西郷村は船の日光国立公園に属する阿武熊川最上流部の渓谷にかかり、谷底からの高さは約60メートルある。甲子トンネルとともに、甲子道路の主構造物の一つとして建設された橋梁である。 1999年度に事業着手され2003年に完成2008年9月21日に開通した。施行にあたっては VE 検討委員会、警官検討委員会が設けられ、コストを抑え機能向上を目指すために加強条件や構造、材料など検討が重ねられた。結果、合理化小数番桁橋と PC 商板対抗成功の採用がなされた。 また市中補強材である K 型工を省略することで、景観の向上を図っている。当初2002年10月に完成が予定されていたが、上部工工事最終確認時の測量で、仮設した橋桁が水平方向にずれていることが判明した。これは工事業者がアーチリブを連結する、横資材の製作を誤った形状で製作し、そのまま無理に橋桁を仮設したためであり、 工事業者からの損害金の徴収と約1年間の後期延長の末に是正工事が行われることになった。是正工事は、仮設したほつよ田と支柱を撤去し、誤った形状の横資材を正しいものへ交換し、再度撤去したほつよ田と支柱を再仮設する、当時日本国内で前例がないものであり、アーチ協力技術検討会による検討の後に施行された。なお、 この一件以来、事業者の工事入札参加条件は厳格化された。2017年11月より、福島県によって配布が開始された、福島の橋カードのナンバー5に選出され、道の駅誌も号で配布されている。高大橋から雪割り橋、ありがとうございます。